直木賞をはじめ数々の賞を受賞し、昨年11月5日に100歳を迎えた作家佐藤愛子氏のエッセイ集を草笛光子主演で実写映画化した90歳。何がめでたい6月21日公開の特報映像メインキャストティザービジュアルが解禁となった。老後の諸問題をユーモアを交えながら描いた老後の資金がありません。21年の前田明監督による本作は、主人公の愛子が作家生活を引退し来客もなくなりうつうつと過ごしていたところに、時代遅れな中年の編集者吉川真也、吉川雅也がエッセイの依頼を持ち込むところから始まる物語。